はいどうも皆さんごきげんよう、セブンと申します。それではね、ドラゴンクエスト3、そして伝説へクリア後やっていきましょう。前回ね、ダンジョンを進んでいって、いろんな武器防具を手に入れてすごい強い状態になりました。で、裏ボスがこの先に待ち構えているということなので、そちらの裏ボスを、戦っていきたいかなと思います。さあどこに、あとなんかここのダンジョンも長いなぁ。ってなんだ？なんだ？どういうこと？こうか。ああ、なるほど。マジで意味わかんなかった、今。小さなメダル。まあ、もうどんだけ小さなメダルあるの？この世界は。な？オッケーオッケー。よっしゃ、まあ、ぼちぼち進んでいきます。なんかやばそう。なんか。やばそうな敵出てきた。メタルキメラってなんだ？俺初めて見たな。やばくないかそれ。ああやべえやこいつら。やべえなマジで。でも賢者の石をねゲットしてるので、やっぱマジで、マジかこいつら。嘘だろ、ワンパンできるの君。どうしよっかな。魔法使うか普通に。あんま使いたくないんだけどな、 MP 温存したいし。ただいん復活の杖を11。さあどうだ、生き返らない。半端じゃない、半端じゃないし、そろそろ倒れてくれないか。キャダイン、あーメタルキメラには効かない。やばくねマジで。どうする？あ、裏ス、いやーマジで今までの比じゃないんだけど、この強さが。なるほどね、復活してくれ。え、逃げるか、逃げよう。あーダメだ、マジで無理、無理、マジで無理。嘘だ、こんなにきちいことある？全然なんか生き返んねえし。よし、いやーマジで無理だな。もうなんかもうここに出てくるやつやばそう。ほーとか、なるほどね。あー難しい。嘘だろもう、なんだこの裏ステージ、やば。バラモスビルってこの前戦ったボスじゃん、ボスじゃん。普通に、普通にボス出てきました。信じらんねえ。ダークトロールもやばいしな、どうしよう。もうダメだろ。やっていける気がしないこの先。ザオリクがないと無理だな。は？でどこ行きゃいいので、道がない。あ、何、どういうこと、何が起きてる。もうこんなん戦うかこれ。さあいいよ、見せてやるよこの戦い。ノーカットで、完全ノーカットで見せてあげる。ガチで倒すからだ。バイキースクルト、ヒオリム、イオナズンはやばいな。らんイオナズンやば、もうやばいやばいやばい。死ぬ、
やーやべ、ローソンが死んだのはやばい。ベホマーズン唱えるでしょ。じゃあもうじゃあ、いや MP がないじゃん。ベホマーズン唱えられない。お、終わりました。負けじゃん。じゃあ逃げる。あ、回り込まれた、やべ。やばいやばいやばい。あ、もう負けた。やば、なんだこの世界。意味がわからない。勝てるわけがない。え、勝てるわけがないんだけど。で、全然よみがえんないし、めちゃめちゃムカつくこれが。2分の1じゃないのかよ。よし、でザオラルではもう戦えないので、ザオリコ覚えます。覚えるまで無理だな。ちょっと確実に蘇らせる呪文が絶対に必要じゃないとちょっと無理。戻り、じゃあレベルを上げていきます。よし、レベルを上げてきて、ザオリクを覚えました。ただ商品 MP が半端じゃねえ。20 本当に言ってる？意味がわからん。ちょっとこれマジで意味がわからん。よっしゃ、これでいきましょう。さあ、新たに覚えた技とかもあるのでね、ちょっと見せますか。ギガデインです。敵全体に激しい稲妻。ただ商品 MP が30。もうやだ、無理なんだ俺は。もうここで殺されるんだ。とりあえずギガデインを打ってみますか。僕もまだ打ったことはないので、うん、覚えたと思って。さあどうなるかな。ダーク取るのが早い。やばい、あーやばい、ね、そう倍切るとやばいよ。おー、くたばれー。誰も倒せない。そう、そう、そうっすか君たち。さあ倒れてくれ。いまだにダークトロールに勝ったことなくね。ああ、一体倒した。この始末です。正直な、いやってか待って、ローソンはザオリコ覚えてないから、おー、ザオリク、おい倒れてくれ、どっちか。よしよしよし、よみがえれ。よし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 、オッケーオッケー。やばいなこれ。だってその辺の雑魚だよ。正直その辺の雑魚でこれだけMP を使わされる、半端じゃない。いやー、ちょっとやっていくしかないな、まったり。さあ何が出るかな。あー、もうめんどくさい、めんどくさい。やべ、1回の戦闘で何分かかんだこれ。すごい。よし、さあ何が出る。小さなメダルはいらない。さあ何が出るかな。幸せの靴来ちゃった。幸せの靴って経験値、一歩進むと経験値が増えるみたいな、とんでもとんでもねえやつ。どうしよう、ローソンに装備させるとガーターベルト外れちゃうしな。よし、聖なる守り、運の良さが上がるのか。あ、じゃあ幸せの靴の方が強えんだ。やばやばくねって、や、もうやばくね。あ、やべ、ちょっとマジで全部逃げよう。よし、破壊の鉄球。
来ました。破壊の鉄球、破壊の鉄球はね強すぎる、やべえ、王者の剣より強いね。誰が装備するか、草薙の剣外してイレブンが装備してもいいな。いやでもちょっと主人公に装備させる、ちょっと待って、ちょっと試しにねえこいつに装備さ、オルテガの兜などいらん。はい、じゃあ王者の剣を破壊の鉄球に変えてみました。さあ試しに使ってみましょう。これはねすごいよこれ全体攻撃だ、ブーメランとかと一緒で全体攻撃で、かつ、王者の剣より攻撃力があるとかいう、なんかもう訳のわからない武器です。とんでもないね。ただ負けそうだねまあでもこれで戦いが以後楽になるかな。よし、じゃあ頑張っていきます。来たなこれ多分。だ MP がねえやセファミマの。祈りの指輪、壊れちゃった壊れちゃった。97じゃ足りねえよな絶対。祈りの指輪他にもある。まだある。一応100は超えさせとくか。はあ、あと1個しかなくなっちゃった。さあこの神竜、これが裏ボスですね。おお、ここまでたどり着ける人間がいたとはな。我は神竜、天界を治めるものだ。いいだろう、ここまで来た褒美にそなたの願いを一つだけ叶えてやろう。ただしこの私を打ち負かすことができたならだ。行くぞ、よいよいいか。はい、さあ来ました、裏ボス、真のラスボス、シェンロンですね。まずフバーハかけておきたい。フバーハ作るとピオリムで一気にのしかかってきた。うわやばい噛み砕いた、強っ、マジかこいつ。ま、は、おもんな、なんだこいつ。この今までの敵の火じゃない。ザオリク賢者、あ、ダメだこれ絶対勝てないわじゃあ祈りの指輪返してくれ。じゃあ、そうか。わかりました。この程度では勝ち目がないということだな。このレベルでは。マジで？全員50レベル以上にします。とりあえず。マジで言ってる？超大変なんだけどレベル上げ。さあ再びやってきました。まああれだね、まあ、ちょっとだけレベルを上げてきたっていうか、めちゃめちゃレベルを上げてきました。というかこれ以上レベルを上げるのはね正直難しいですねいや、マジで、あのメタル、はぐれメタルをねなんか5匹とか6匹とか倒してもレベルが上がらなくなってしまったので、これで勝てなかったらどうしよっかな。どうしようもないね。さあじゃあやっていきましょう。そうなるとまた懲りずにやってきたか。よし、さあ、いよいいか。さあいいですよ。ちなみに、ネットでね、どれぐらいが推奨レベルなのかなっていうのは調べました。調べたところなんと
55レベだって足りないですね。足りないけど仕方ないね。足りないのって感じだよね。でもう魔法も全部覚えました。メガンテを覚えて、これでか、全部覚えた形になるかな。さあまずはピオリム電流の攻撃。あ、大丈夫大丈夫、さっきみたいに信じられないぐらいワンパン、ワンパンっていうか、やっぱ肩なんだこいつ。よし、一旦キルされることはないね。ルカニが聞いてくれないとあれだな。よしよしよし、さあ賢者の石一気にのしかかってきた。強っ、スクールどうかかってるんだが、こっちはマジか。もう一回かけるか。絶対でもこいつあれ持ってるんだよ、あれなんだっけ、凍てつく波動睨みつけた。眠っちゃった睨みつけられると 100% 寝ますね、多分そういうやつだな。ザメハで起こすしかない。ファミマがやるか。ファミマはルカにして、ローソンにザメハ。ザメハいった。あ、なるほど、早いね君。ただ入る。あー、よし、目覚ます。あー、賢者の石、もう一回ルカにやってみよう。これで入んなかったらやめよう。どうしよう、メラゾーマとか打ってみる、引くかな。やばいやばいやばいなんでこんな早いの、まずこいつ。メラゾーマどう。あー、まあ入るな、いいダメージ。ルカに入ってくれ。あ、ルカには入らないのかな、それとも。いや正直わかんないけど、どうしよう、 MP 残しといた方がいいかな。いや、ガンガン打っとくか、メラゾーマせっかくだし、打てるタイミングで。よし、いけいけいけ、戦えてるね。やっぱレベルを相当上げたから戦えなきゃ困るんだよ。うん、強い。凍てつく波動なしかっていうか、凍てつく波動なしだったらまだ頑張れるぞ。ベホマいいね、 OK。 セブンもやばいな、メラゾーマぐらいの威力があるってことでしょ。バイキルトで殴る威力が半端じゃないね。ファミマの MP が正直 もうないやっぱ残しといた方がいいのかな。あー、凍てつカードある。オッケーオッケー、いいね、メラゾーマで殴っていく。もっと威力の高い呪文ってあるのかな。単体最強でしょ、でも多分メラゾーマが。イレブンは、いや待って、まずはスクルトとか補助呪文系、守りの補助呪文系をかけよう。スクルト、ピオリムかけたね、ピオリムだったよね。でフバーハ、フバーハ絶対かけたい。よしよしよし、よしで道具で、まず賢者の石が強すぎる。バイキルとセブンで賢者の石、やばい。おい、イレブン、イレブン、一回行動しろ、一回行動、よし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 、一回行動なら大丈夫。
オッケーオッケー。いいね、賢者の石2連で、もう一回賢者の石してどうしよっかな。メガンテいや、さすがにメガンテなんてできない。メラゾーマ、他の呪文も試してみる。メラゾーマが12でしょ、 MP。 あ、マヒャドとかもイオナズン、あ、でもイオナズンか、やばいんじゃね。一番 MP 使うからちょっと試してみるか。あ、どうしよう、もう一回ピオリムとかかけとくか。なんか神竜めっちゃ速いから素早さを乾燥させといた方が。ああ、でもちょうどよかった。ヨナズンどうだ、初めて見た。うわ強っ。あ、でもやっぱりメラゾーマの方が入るね。よしよしよし、これ勝てるぞ。余裕じゃないけどな、とてもとてもじゃないが。そしたらフバーハかけるか。フバーハかけて倍切ると、やばいやばいやばいやべえやべえ。防御力高くね、こいつ。信じられない。それでいて、なんでそんなさ、ふざけた防御力しといてさ、ルカニが入らないの？許せないんだけど。賢者の石。あー、やばい、やばい。よしよしよし、オッケー、よかった。メラゾーマ。これで勝てなかったら、俺もうどうしよう。レベル上げはもう、無理な気がすんだよな。マジで1レベル上げるのに30分とかかかってるから、もうちょっとやってらんない。もう MP、 あー、もうちょっともったいないことしちゃった。まあいいや、一気にのしかかってきた。これ強くね、にらみつけた。うわ、ザメハって使えるよな。あー、覚えてる覚えてる。よしよしよし、やばい、起きるかな。あー、そう、いぶき系の技では起きない。まあいいや、ザメハがあるから。よし、ザメハ賢者でよかった、マジで。他の技も試してみるか。ベギラゴン、いてつか波動じゃーい。神クラク、あー、よし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 。やっぱメラゾーマが一番入るのかな。マヒアドも試しそうか、後で。まずはスクルトからの、ファミマの MP がないもうこいつで魔法を、攻撃魔法を打つのはやめよう。にらみつけた。ウバーハー、あ、イレブン目覚ました。めちゃめちゃ自覚が違うね。スクルとバイキルと賢者の石。オッケーオッケー、いい調子。にらみつけちゃった。よしよしよし、賢者の石、ザメハ、ファミマの MP そろそろ気にしとかなきゃダメだな。ファミマはもう、じゃあ殴る係になってもらいたいから、バイキルとかけといて。あー、やばい、回復が間に合わないかもしれない。
よしよしよし、オッケー、目覚ました。賢者の石、イレブンと闘争は回復。やば、なんだこいつは、なんだこいつじゃん。よしよし、オッケーオッケー、全開するかな。二連賢者の石が強い。あだー、あーなるほど。マヒアド試してみるか。マヒアド賢者の石一応。よしよしよし、いいぞ。先先読みで賢者の石は強い。マヒアド、さあどうだ。あーやっぱりメラゾーマが一番入るね。オッケーオッケー、確かめられてよかった。そしたらメラゾーマで殴って賢者の石。あー意味ない、まあいいや、しょうがない。人力でやってる以上はこういうことはしょうがない。いやー強い。ああ賢者の石、まずフバーハだな。フバーハでスクルト、やべえ、マジかよ、やべ、おお全滅しなかったの奇跡だな。え、これやばくね。やば、ザオリク、ファミマの MP のほとんど使ってザオリク。バーハが生きてくる、のしかかるなよ、のしかかったら負ける。こいつやば、死んでしまうとは不甲斐ないってマジで言ってる。だって見てみ、これ次の経験値、次のレベルになるまでの経験値134,160よ。無理だって。再びリベンジ。ちなみにちょっと待って、それぞれ1レベルずつ上げてきました。これで無理であればちょっと考えよう。さあセブンは当然普通に攻撃で、スクルト、ウバーハ、ピオリム、ピオリムあんま意味ない気がするけど、まあ、一応念のため唱えておくかって感じ。ピオリムをかけないと先制が絶対取れないな。それぐらいこのシェンロン早い、信じられない。でそしたらまず賢者の石、バイキルトをかけてあげる。この辺はねもう流れ作業ですね。どうしよっか、スクルトかけたっけ、スクルトかけたよね。フバーハ、じゃあじゃあどうしよっか、普通にお前もバイキルトだ、回復、オッケーオッケー、にらみつけちゃった。にらみつけるがめちゃめちゃ厄介だな、正直やばい。で、ザメハ、ザメハ絶対止める、やばい。オッケー、でもあーな、目覚ますんかい、謎のザメハじゃん。じゃあまあまあいいでしょう。あーで賢者の石、メラゾーマ打つか。余裕があるときは確実にメラゾーマ打って HP を削る。一気にのしかかってきた。おあーん、もう一回スクルトとかかけた方がいいのかな。いや見つけちゃった。あーもうにらみつけちゃった。
まあいい。ザメ発してで殴る。あろう目覚ますな結構。いやでもザメは絶対する。目覚まさなかった、覚まさなかった時がやばいから。ファミマ殴ってメラゾーマいいぞ。 HP どんぐらいあるんだろう。これ以上レベル上げマジでできないマジでできない。ちょっと許してほしいそれは。いやー賢者の石 OK よし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 噛み砕いた。まあいいんじゃない。ベホマでいっか。自分にベホマして殴ってメラゾーマ。いやーオッケーオッケー。でこれもベホマで、で殴ってメラゾーマ。灼熱の炎は大丈夫。結構食らうな睨みつければ絶対に寝るからやばい。絶対に寝るって何なんだよ。なんかもっと対策こっちでできるやな。あれなんだけど。でザメハ殴って賢者の石一応しとくか。オッケーオッケー目覚ます。あーなんかザメハが死んでる。まあまあまあいいまあいいまあいい。もったいない気がするだけ。実際はそこまでじゃないと思う。あそしたら余裕があるときは絶対全員で攻撃。メラゾーマ殴ってメラゾーマ。覚える吹雪大丈夫大丈夫。思ったより痛くない。睨みつけはやばい。あーどうしよっかな。ダメハで殴って一応賢者の石使っとく。オッケーオッケー。のしかかりがやばいな。これをどうにかしないと勝てないぞ。オッケー目覚ます。道具で賢者の石で殴って賢者の石。よしよしよしオッケー。絶対体力はマックスで保っとかないと誰かが死んだ時に立て直しができない。でなんかラッキーなのか分かんないけど全然あれをやってこない。あのなんだっけ、凍てつく波動そろそろしてくるな。でも一回してくるとタガが外れたみたいにめっちゃしてくるんだよな。痛いね。賢者の石殴ってダメ発して賢者。あーオッケーオッケー目覚ます。で賢者の石してこいつは殴ってもう一回賢者の石いいぞ。オッケー。これで回復間に合ってるでしょ。回復間に合ってるね。よしよし。そしたら全員野球全員で殴る。メラゾーマ殴ってメラゾーマ。ファミマ MP が少ないんで少し節約しながら行ってます今。いいよ。イオナズは大丈夫。あどうしよっか。賢者のいやちょっとイレブンがちょっと MP 余ってるから使ってこう。でローソンはメラゾーマ。
あ、賢者の石使えばよかったな、ミスった。あ、凍てつカード動くなよ。あ、動いちゃう動いちゃうんだ。このターンが一番やばい。あ、賢者の石絶対に何より優先すべきはフバーハで、賢者の石待って、回復間に合って、おい2回行動すんな。よし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 、まあまあそれは OK、 それはもう動いてないのと一緒今のところ。 OKOK で、フバーハが間に合って、賢者の石で殴って、もう一回賢者の石からのスクルとピオリム、ピオリム、あの仕掛けてくれな、睨みつける、あー睨みつける、やばい、やば。じゃあベホマズン使って、ベホマズンザメハの、どうしよっか、ピオリム、ピオリム、やべ、オッケーオッケーオッケー、素早さマックスなんだ、一回唱えて、オッケーオッケー。さあ殴って、倍キルと、倍キルと、ファミマも倍キルと、あースクルトもう一回かけとくか。守備力がめちゃめちゃ上がれば敵の攻撃効きませんからね。一気にのしかかってきた。あー、のしかかりのダメージ減ってるかな、スクルトは生きてる、よくわかんない。あー、ローソンは賢者の石、いてつく波動、いてつく波動、やば、ずるいってそれ君。体力が全開かな、これで全開と言っていいでしょう。そしたら教科書通りの動きしろ、ウバーハ作ると、作ると、ピオリム一気にのしかかってきた、やばいな、やばい、死ぬ、ファミマが、ファミマが死んだ、ベホマズンダオリク、どうしよう、バイキルトかけとくか、ちょ間に合えよ、ベホマズン間に合え、よしよしよし、オッケー。いやもうベホマズン使えない、あーでザオリクで殴って、賢者の石を2人でかける、バイキルト、とんでもないねこのボスとんでもねえな。オッケーオッケー、そしたらベホマ、ファミマにベホマで、ファミマはバイキルトしたよね。そしたらファミマのためにスクルトかピオリムするか、スクルトでいっか、ピオリムはもうあんまり意味ないわ、やばい、オッケーオッケー、上等上等、いいよいいよ、で殴ってこれもベホマして、殴って、なんかマジで困ったらメガンテしよう。メラゾーマ。よしよしよし。いいんじゃないですか？ベホマ、殴って、メラゾーマ。ローソンの MP もうないからちょっと節約していこう。 やばい、いやーもうイレブンが死んだ、
殴ってザオリクで、ロースはもうこの先基本的に賢者の石係だな。やばい、ザオリク殴って賢者の石で作ると、賢者の石どう？オッケーオッケー、いいよ、悪くない。二人で賢者の石し続ければ負けないかな、そんな気もしてきたな。永遠にお前ら攻撃しないで賢者の石してる。それありじゃね、なんかマジで。あでもなんかきつ。賢者の石じゃ回復が間に合ってないか。おい嘘、やっと見事だ。この私を33ターンで打ち負かしてしまうとは、久しぶりに心から楽しませてもらったぞ。いやマジできつかった。お前いいだろう、そなたの願い一つだけ叶えてやろう。さあ願いを言うぐらい。父、オルテガを生き返したい、エッチな本が読みたい。なんでこの二択。なおかしくない、この二択絶対違うよな。え、エッチな本を読みたいでもいいんだけど、エッチな本って、性格がセクシーギャルになる本なんですよ確か。でもう一回戦うのめんどくさいから、多分勝てないしね、多分2回目は。父、オルテガを生き返らしたい、これで終わりにします。ドラクエ3をセブンの父、オルテガを生き返してほしいのだが。はい、よし、ではセブンのふるさとアリアハンに戻るがいい。嬉しい知らせが届いているだろう。ではさらばじゃ。あ、ありがとう。展開に行かれたらですね、うらやましいですわ。さあアリアハンに戻りましょう。嬉しい知らせが、ユーシュヌス、ここアリアハンのユーシュ、オルテガさんが帰ってきたの。どこに、おいどこにいる、オルテガマジで会いたい。あ来た、あおかえりセブン、と父さんが戻ってきたのよ、もう嬉しくって。セブンほらちゃんと見て、父さんだよ、お前の父さん。そうか、お前がセブン、ずいぶんと大きくなったな。私が旅に出るときはまだこんなに小さくて、ともかく今まで心配かけてすまなかったな。で今はなんと私の後を継いで魔王を倒すための旅を。そうか、そうなのか、ならば何も言うまい。しかし母さんだけはあまり心配をかけぬようにな。嬉しい、じじい嬉しいよな、生きておったとは。さすがわしの息子だ、セブンもわしの孫じゃ、どんなことがあっても死んではならんぞ。配信だよ、神竜戦で、あの支援論でゾーマを倒してほしいとかないんかな。今となってはゾーマも余裕かな。よし、じゃあ今日はこの辺で終わりにしようかな。一応王様だけ話聞くか、ちょっといろんなやつに話聞いてたらちょっと日が暮れちまうので。王様だけ元気になってるかな。ゾーマが復活してからね、こいつ元気ないのよ。話は聞いたぞ、セブンの父オルテガが戻ってきたそうじゃな。すぐにでも城へと言っておったが、オルテガも疲れているであろう、十分に休んでから来るように伝えておいたぞ。死んだと思っていたオルテガ殿が生きて戻ってきた、まずはめでたいことじゃ。しかしオルテガ殿にゾーマとかいう大魔王のことを話していいものなのか。王はその決心がつかずお悩みのようです。王の代わりは今しばらくわしがすることにしよう。あ出た、あてかあとあれじゃん、もう少しでレベル上がるやん、もうレベル上げ大変、もう2時間か3時間かぐらいレベル上げしかしてない。よしよし、オッケー、じゃあね今日はこの辺で終わりにしたいと思います。これでねドラゴンクエスト3完全にクリアしました。これ以上やることはまあ本当のやり込みぐらいしかないんじゃない、あの神竜の何、あと33ターンで倒してしまうとなを2ターンとかにするみたいな、2ターンとかで倒せんのかなあれ。そんな、ただちょっと僕はもうそんな元気ないですね。皆さんであとはやっていただけたらいいかなと思いますので、よかったらねチャンネル登録高評価コメントの方よろしくお願いいたします。それではまた次回、また他の動画でお会いしましょう。それではまた、ごきげんよう。